はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。1クラス1回限り使えるロマサガ2、今回はホーリーオーダー女性のモニカ皇帝第5代目の皇帝になります。で、前回で帝国軽装歩兵の男ハーバートが皇帝で、その名のもとに帝国重装歩兵で、帝国領兵の女、宮廷魔術師の女、でシティシーフの、男という編成で来ました。今回は、モニカ皇帝で、デザートガードのネマン、フリーファイター女のヒュッポリテ、フリーメージ男のカノプス、シティシーフ女のマウスでやっていきます。じゃあ例によって、まあ、ちょっと金だな。今うちの国庫にいくら入ってんのか。170万、170万とくれば大学を作りたい。今回まず大学を作るのを一つの目標。そしてあるのが、あ、ひらがな発明家見てねえや。見てないけどさ、皇帝がなんか腕力のあるキャラから術キャラに変わっちゃったからね。まあ、とりあえずひらがな解きますか。で、人力風起こし、これ腕力が強いと持ってくんだっけ。で、今回はモニカ皇帝なんで全然腕力ないはずなんで、さよなら。で、そうすると本当に今フリーっていう感じなので、まあ、いろんなところに行きながら仲間を集めていきましょう。チョントン城の王様とか情報聞いて。イーストガードはトータルな石州祭倒せるかどうかっていうところがあるんで、まあそんなわけなんで、ヤウダ地方からサラマット行きましょう。ここでまずアマゾネスのイベントをこなします。で、アマゾネスの村で、あれがアマゾネスでしょ。これ助けちゃっていいんだよね。大丈夫か。村まで来てお礼をする。私についてきて。そう、今ちょっとジャンプしたじゃん。これがなかなかのミソでね、ジャンプと落とし穴がある。で、ここに石の船がある。持っていこう。重いってことでめちゃくちゃ移動速度が落ちます。しかしこれは捨てれば帝国の倉庫に保管されるんで、捨てよう。必要な時に持ってく。で、アマゾネスの村、あ、門番もアマゾネスじゃん。女性は大歓迎。女性じゃない人もいるけどね、数名。そこは目をつぶってくれるのか。エイルネップに住んでいた。で、武器屋とか特にないんで、リーダーっぽい人に話しかけよう。怪しいやつが村に近づかないように見張りをしていた。名前を聞いてなかったね。ジャンヌ、この村のリーダー。あ、リーダーか、普通に。私は帝国のリーダーです。目的は何？協力しましょうって仲間になってくれるのかな。もう魅了されない男はいない。気をつけて。打倒ロックブケ。あ、これトロフィー入ったってことは仲間できるってことだね。よし、わかりやすい。これで特に何の苦労もなくアマゾネスを仲間にすることができました。で、もう一個村があって、ムリエという村ですね。まあ、ここも大して用はないんで、ここからコムルン島の月島に行きましょう。で、コムルン島のイベントを進めていきます。で、結局来たんだけどさ、石船置かなきゃいけなくない？ちょっといろいろ行けるところを開拓しよう。まあ、ここは火山島みたいな感じなんで。魔導士がやってきましたと。西の方にいます。髪がバサバサ。あ、大変ですね。で、火山の向こうにゼミオというサラマンダの町がある。
ゼミオに行ってみましょう。で、ここがゼミオ。商人が石の船に乗ってやってくる。で、ここで石の船が必要だ。取りに帰ろう。で、石船回収。で、結局持ってくんだったら捨てなくてよかったじゃんって思うかもしれないけど、ちょっと実験乱されたな。あの、石船持ってると、さっきあった落とし穴が通過できないんで、結局出した方が早いっていう結果になる気がする。気がするんだ。こっちはぶっ倒しとく。足がダメ。ダメだ。地の術はね、やっぱりこう、一発で死んだ。混合盾がいいんだよね。混合盾を覚えたい。戻ってきたぜ、ゼミオ。重い。あれ、これ使うんだっけ。石の船捨てます。あと こいつに話すのか。あ、石船だ。誰がセットしたんだ。石の船に乗ってるとはいえさ、なんか密封されてるわけじゃないからさ、溶岩クソ熱そうだよね。サラマンダー話しかけたい。活動源サラマンダー、火に強い。こいつ斧だよね確か。魔導士怪しい。いろんな仕掛けを館に作っていた。隠し部屋とかね。てかこいつ館に行ったの。武骨者、歌を愛する心がある。あ、そっか、詩人のなんか楽器みたいなの集めなきゃいけないんだよね。これちょっと違うじゃん、形が。リーダーだからかな。で、なんか図書館的なものがあるんで、そっちも行ってみましょう。いろいろ調べていった。石板が何個かない。書庫、熱に強い石板を使っている。浮上灯が沈みました。ヘルファイア、熱いです。浮上灯は浮上しました。溶岩が固まりました。地震が増えました。子供が増えました。子供が増えるは関係ないよね。多分これを再現しようとしている。じゃあ魔導士の砦に行きましょう。で、魔導士がいて、サラマンダーの石板を調べていたそうですけど、何の話ですかな。ま、穏やかに尋ねましょう。コムルーン火山を研究して、人々が火山の被害に遭わないようにしていた。火山の噴火を止めることができそう。協力していただこう。溶岩を止めてください。アイスシールド。これアイスシールドじゃないから、最初みんなっていう方もおったよね。アイスシールドっていう盾じゃんとか思ったけど、アイスシールドだから。火山にはモンスターがいますと。これちなみにここにね、ボタンがある。ちょっと一瞬カクッってなるじゃないですか。わかります。でこれでボタンで切り替わってるんですよ。だからちょっと待って、今どっちになってるのかよくわかんねえ。ほらほらほら、こっち行ける。マップが切り替わってるっていうイメージですね。では火山へ向かいます。火山はもう頂上まで行っちゃっていいかな。コムルン火山、百花繚乱、イロリナの星、こういう技、瞬速の矢。こいつ一応矢を装備させてます。矢っていうか弓。あのちょっとホーリーウォールのさ、皇帝の狙われやすさが半端ないんだけど、狙われやすいだもんね。モニカのさ、LP がやっべんだけど、ちょっとインペリアルクロスに戻そう。で、ヒュッポリテ、どっちを前面に出すか。デザートカード、前面出そう。で、術のやつ、カノープスは後ろ。やっぱこれが安定かな。ちょっとまずいよね。意外に、マウスちゃんもまずいし。みじん切り、千切り使ったんだけど、どっちが強いか。みじん切り4か、千切りが7。では頂上固めて帰ろう。すごいな、アイスシードって何なんだろう。
計画拳。これ強くね？弱かった。チャージ、ミス。あれ、こいつも一緒にいたんだっけ。てかこいつに話したら、村長に話したことになった。研究を続けたいと思います。魔術の力とはすごいですな。コムルン島も勢力の勢力下に入った。だいぶ埋まってきたね。大学作りたい。あ、部隊、これはインペリアルガード。300万じゃなくて30万、安くね。280万、これ大学も作れんな。よし、部隊作ろう。よろしく。だいぶ戦力に余裕ができてな。大学、あとちょっと座ろう。大学の方が全然高い。まあ人をなんかね、2人雇うくらいだから、雇うっていうか舞台作るから鍛えなきゃいけないのか。で結局いくらになった金。うちの財政は50万か。足作りてんだよ、足。だから情報ナッシン。じゃあここの追憶の迷宮っていうところをやっていきましょう。これは追加ダウンロードっていうか、そういう追加のコンテンツなんで。で、陰陽師と忍者が仲間になるんだよね。4つ置いてあんな。どうすればいいんだ。ちょっと確認しよう。ちょっと紫の迷宮から行こう。黒の迷宮っていうらしいけど。おお、黒の迷宮だ。で、敵の強さはなんか回によって決まってるらしい。だから大した経験値にはならなそうだな、こいつらは。強さ普通だよね。弱い。てかフリーメージ攻撃の手段がないからね、技で。術か、ひたすら補助に回るしかない。じゃあここはこれでいっか。宝箱があるね。なんかランダムらしいけど、術種か。でこれで移動するのか。おお、これ出て帰んの。なんか仰々しい宝箱。10万円で、さらに行こう。すぐ近くにある串刺し。あ、きっとこれで帰るんだな。まだいいや。地の指輪で、さらに次の階層。なんかいる。巨人やられている。はっ、消した。この鬼でもなかったか。鬼だったんだ。さらに奥へ。そして謎のモンスター。動けん。あ、動けた。でここはこれで終わりか。術種。じゃあさらに下へ。水長剣、宝箱、術種。ちなみにこれ変える装置でいいんだよね。あ、書いてあるわ。エントランスに戻りますか。戻らない。じゃあ次、もう何回目っていうか、いるし。後ろ。何？やられた。お、マジでやられた。あ、鬼になった。そういうことか。待て、回復しよう。術師は1回使う。1回でいいかな。29、こいつ大して使わないかな。で、リラックスハーブって何？男性か。よし、これでいこう。セーブはどうしよう。さっきの回でセーブしたから死んだら戻ろ。グオーン。なんだこりゃ。避けて全力でいこう。あ、
足絡み効くのかな。ちょっと巨人系はね結構スタンが効くんだよね。千切りだから切り落としていこう。で幻惑もなんかスタンだよね。敵の動きを止める。よし、とにかくスタン狙い。巨人にはスタンが有効だということが分かった。ほら効いた、強い。しかも今回3スタンゲー当たんねえ。3スタンあるからな。千切り強え。ちゃんと火も上げとこう。若干余裕があるはずだ。まあ、幻惑はおまけ、おまけだけどスタンする。どれかでスタンさせる。ヒットポイントがいくつあるかだよな。ウィンドカッターも使っとこう。千切りが全てだな。とはいえ別にゲーム機も強いからね。あ、弱いわこいつ。最初の巨人より弱いけど4000とかめちゃ持ってんな。火、風、地。これはちょっと待て、泣いているような声。これとどめ刺すと、マジでとどめ刺すのかな。うーは、私は一体、あなたは皇帝ってか。めちゃくちゃ有名人だな。ありがとうございます。陛下、生命と申します。安倍の生命だな。町を荒らす鬼を撃ちに来た。鬼に取り憑かれてしまった。酒店を倒すとは人の限界を超える術を持つのようだ。そんな術などないよ。確かに多くの者たちから託された思い。私が真に欲する力とはそういうものかもしれない。アバロンに控えている。これで陰陽師が仲間にできるようになったんで、今結構余裕あるよね。鬼を払いし者で俺的にはもう出たいんだよ。帰りてー。新種プラズマスラスト。あ、盾か。敵が強いんだけど、ここの回マジで帰りたい。早く奥へ。20万円出口あった。帰ろう帰ろう。戻る。おい、死んでる。生き返った。あと何があるんだ。あ、大学ができてる。行こう。アバロン帝国大学、これは定率だね。いや、国立っていう感じで。入学試験を受けたいんだけど、どこで受けんだっけ。軍師とかはどっかにいた気がするけど、合格してからだっけ。まあ、いや、ちょっと先生っぽい人に話そう。授業してんな。帝国法すげえ、あいつ後ろの席にいんだけど。建築学、あ、なんか建築学の問題とか出るよね。あ、こいつだ、校長っぽい。なかなか学生が集まりません。よし、いいだろう。試験から合格するまで大学から出ないように。もういいよ。え、772。オレオンロックブーケ、チソウルスティール。メイズ3本、体験7本、200クラウン残りました。知らんがな。9800円。違った。分子分解、バッファロー、リンクス、ウォッチマン、仲間ハズルはどれ。え、わかんねえ。牛、え、リンクス、いや、わかんねえな。牧音、帝国の現在の収入は知らねえ。合格。7問正解だった。インペリアルガードがいる。ワレンシュタイン、ミネルヴァ、よろしく頼む。ちょっと席に着きたい。なんもないか。エイルネップ、ちょっと打倒ロックブーケやりましょう。女性でも別にいけた気がする。一
人々に話を聞こう。塔の中はモンスターでいっぱい。女王様をお助けできません。女王様が閉じ込められてしまったということで、女王様の美しさにジェラシーして町を出てってしまった。塔を攻略しよう。ラッフルツリー、まあ普通の敵だよね。とりあえず一旦全力で行こう。切り落としたな。でイロリナはどうしよう。ゲーム発見、スタンするかな。しない。切り落とし1200。じゃ今後敵遅い。催眠うっとうしい。大丈夫だ。見切りつけてねえや。そういえばこれは毒。今のところ実質的な被害はそんなに出てない、まあ、毒それなりに食らうからね。一応ね、フレームウィップも覚えてある。元気の水で、まあデザートカードがやっぱり強いからね。毒は直しとこう。無無限1600か。うわ敵伝開、しかもバルヒドラ。これ逃げよう。さっきのやつより強くね。ちょっとロック武器に話したい。ちょっと待って、パイロヒドラ、何なんだここの塔は。助けに来てくれた。モンスターたちをものともせずここまでたどり着くなっていうか、今逃げ回ってたかんね。そうこれいけるかな。なんとかしよう。任せよう、巨人系だから。さあ頑張って、スタンが効くはずだ。それでは守護者戦いきましょう。戦う回復はしてあります。でこれ死んだらマジで終わるんで、終わるんで。ミサイルガードは役に立たないでしょ。攻撃でこう麻痺はしないよな、さすがに。一応ちょっと一回だけ使ってみよう。で足がらめスタンはね、効くは効くはずなんで、スタンを狙っていきたい。千切りで切り落としたな。多分火力は無無剣の方が強いけど。でも剣は剣スタンしろ。しない。切り落とし。押しした。オッケーオッケーオッケー。また対巨人戦はこれだな。やっぱスタン有効有効。で千切りの火力も高いね。よし。で麻痺ちょっと、いやレベル上げのために天も使っていこう。で千切り、切り落とし。切り落としの火力がそこそこ高いのがいいよね。しないが早い。グオー388強い。一回だけ攻撃、一回だけだったらなんとかなんだ。もうスタも意味ねえか。先に行動されるときついね。で回復しよう。月光で回復させて、こいつはだって足がらめを使っておきたいもん。で千切り、切り落とし。ゲーム券このパターンだな。ゲー早い。600とかミス。先手を取れないとちょっとつらいね。大体一ターンにつき2000くらいか与えられるのが。でヒットポイントがいくつあるかだよな。足がらめいけ。ミスったか。攻撃こうしんだ。800とか攻撃力が高すぎる。千切りでこれで船長900か。やばいな。あのシティシーフの女の LP がなさすぎるもん。生命力回復使おう。千切り、切り落とし。剣悪剣はねシティシーフ素早さ早いは早いんだけど、これでスタンしないんだよな。なかなかしない。で切り落とせ。スタンさせろ。おお倒した。 OK2500。地剣体験。ここからロックブーケを倒せるかどうかだよね。あそっか、ここはまだ別にロックブーケと戦わないやん。
情報を仕入れるだけだった。どうすりゃいいんだっけ。行き止まりやんけ。あ、竜の像の間に入ってなんかワープしていくんだっけな。だからここ入るでしょ。でここ入るでしょ。戻されるでしょ。いけた。わかったわ。やっとわかったわ。何が分かったのか。二つの塔、我々の超術科学みたいな超メンタル空間、安定性前回の実験時より100ワード増加しています。別次元への移動を行うのに十分な安定性であります。ここら辺もうちょっとなんか掘り下げてストーリーが欲しいよね。別次元に行きたいのこいつらは。まあ、とりあえずもう一つ塔があるんで行きましょう。で、沈んだ塔。これどっちだっけ？いけない。右から入るか。で、ここは落とし穴ゾーンで、どれか一つが正しい道。さすがに全部覚えてないけど、なんとなく覚えてはいる。パイロヒトラとか倒せんのこれ、ちょっとやってみよう。足絡みは効かないような混合力で、スタンも効かないと思うから全力でいこう。無限だな。踏みつけとか強いのかな。ちょっと体術のレベルも上げていきたいけど、どれが一番いい。幻惑剣か百花繚乱か。とりあえず幻惑剣からいこう。初見の火力がやっぱ低いよな。1500いいね。こいつ3回攻撃してくるっけ。まず火炎、うわっ強い。でパンク200か。耐えられないことなら効かねえし、剣が効かないのか痛いな。回復に入るしかないから、まあ、まずデザートガードは絶対で、皇帝もちょっと回復させとこう。で千切り無限剣、この2つがやっぱ火力だよな。百花両断、500、あ倒した。そこまで強くなかった。1100持ってるのかね。結構でかいな。でいける。次左、よしいける。最後どれだ。真ん中でいいや。げっ落ちた。なんかいる。また来たよ。水流倒せるかな。とりあえず全力でやってみよう。足絡めはもう絶対効かないよね。混合力ってかさ、貨物攻撃手段がないのがちょっと痛すぎるな。スタンもしないと思うかな。無限でいこう。でマウスちゃんはちょっと技術点欲しいから一回パンチ入れよう。サイクロンスクイーズやばい。スタンした。サイクロンスクイーズ2回攻撃かい。270死んだ。蘇らせよう。無限で1000ちょいで太陽光線で800。で月光で蘇らせよう。いや待って、月光はいいや。攻撃に転じよう。フレーム1本使ってこいつでやることねえから。回復しきれないんだよね。いろいろな残し、ちょっとやっぱ召喚弱い。体験はね強い。本当に火力が出る。大丈夫、スタンするだけ。いやースタンした。攻撃した後のスタンはいいけど、攻撃する前のスタンは勘弁してほしいよな。ちょっと回復に入るか。デザートガードのこれ千切り、てか千切り入ってなくね。一回も剣幕剣早いのはね確かにいいんだけどね。てか素早さ生かすんだったら、うおー皇帝が死んだ。やばい、千切り700か。やばい強い。ちょっとうちの皇帝ってか LP いくつ3か。千切り百花繚乱よりはやっぱ幻惑だよな。マウスちゃんやっぱり体術鍛えた方が良かったかな。普通に巻きつけが強い。いやーやられた。サイクロンスクイーズ続け2回食らってるし。
999回復しだした。ちょっともう帰ろう。逃げろ。怖い。やばい。待て。人形乱されたとかいいや。カノープスももう LP ねえな。どっから帰るんだこれ。ちょっと一回上におびき寄せて。で行く。いや、ちょっと待って。だいぶ LP 消耗したぞ。カノープス2か。頑張ってもらおう。で、ここ右。よし。で、なんとなくね、確かね、壁伝いに行かないと落ちる気がした。壁伝いに行って、で、部屋があるんで、階段。あれ？水流がいる。これさっきのやつだよね。あれ？こんなやついたっけ？ちょ、回復しよう。術書1回使って、ま、カノプスは大丈夫でしょ。で、森の精機2つ使おう。50回復する。いや、これでも水流は無理でしょう。水流は無理なんで、ちょっと1回戦おう。で、戦ってもしダメだったら、すいません、ここロードします。ロードして、己を鍛え直す。普通の、敵の音楽だし。混合力だな。で、千切り。これもう無無剣だな。こいつは幻惑か。普通の水流と変わらなそうだな。変わらなそうだけど強えわ。サイクロンスクイーズはスタンでしょう。いや無理だ。いや倒せる気がして、これ逃げられる。対決しよう。うん、対決しよう。だからまだ死んでない。無理。ビクトル運河に橋をかけてはいかがでしょうか。作るか。金。あれ、これ勝手に使われたっけ。100万円くらい。ちょっとステップのイベントをやりましょう。全然七英雄倒してないからね。ロックブーケは無理。麻薬を作っている。作戦もなしに無謀だ。帝国に頭のいい作詞がいる。言ってしまった。君名前は。みんな真面目にやってるのになんでこんなことしてんの。シゲ、妙に説得力があんのね。全然ないと思うんだけど。七英雄が全て倒されて皇帝陛下の力が必要なくなった時って、その頃にはお前死んでんだろ。何百年後だよ。完全な言い訳だな。良い薬を持ってる。地上動き回る船によく効く薬。少々高くつく。え、また金。まあいいや。オーパーに行ってしまった。港の船をご覧になりましたか。別に見てない。地上戦艦に対抗する帝国戦艦。ステップへ行ってしまった。これか。あれ、いねえ。どこだ。戦艦の中か。地上戦艦いた。これなら地上戦艦を撃破できる。しかしおとりだ。帝国戦艦ってそんな強いの。帝国最強の兵士になってしまった。立場が。ノーマットに地上戦艦の様子を探らせている。最初だとノーマット何の役にも立たなかったじゃん。あなたが味方でよかった。ちゃんと働いてるか。よく待って、よく来て待っていたぞって。勇ましいやつだな。クオンはね、そんなに強くなかったと思うんだよね。七英雄の中では割と倒しやすい部類だと思うんで、まあ、第一形態だったらなんとかな。第二形態になってたらちょっとまずいかもね。
もう今のパーティーも相当みんな LP ガタが来てるから、世代交代したい気はするんだけど、世代交代しちゃうとじゃあ誰使うっていう問題もあるからな。てかどこだ、いた、倒せっかな。すまん、私は僕音でも何でもないんだ。許さん、貴様は死ね。お、やった、第一形態だ。とりあえず太陽光線、足がめとか絶対効かないから、でもう全力だな、いつもの全力。技も大して変わってないからな。踏みつき一回やってみよう。16も使うのか。264、いいよ。よし、骨砕き弱い、これだけだったらなんとかなる。これだけのわけないよね。マリオネット的なやつがあったと思うんで、それ使われるとちょっと厄介だよな。回復はしておくか、生命の水で。で、千切り無無剣、剣は剣だな。剣は、まあ、スタンはしないと思う、さすがに。マリオネット来た、うおー、これはどうなるんだ。千切り食らっちゃうか。あれ待て、フレームウィップ、おい間違いや、生き返らせよう。幻惑、フレームウィップそれなりに当たるよね。よしよしよし、やばい、いやこれわかんねえ、仕組みがわかんねえ。ムム剣が陛下に行くのか、生命の水誰に行くの。普通に陛下に行った、やべ、 LP が2しかねちょっと蘇らせよう。まあ幻惑はまあ最初に入るから先制攻撃はできるよね。生命の水で蘇らせてダブルヒット、もうしょうがない、大丈夫、まだ生きてる、弱っよし、倒した七英雄一人。これでさ、ノーマットが仲間になったけどさ、もう弓ばっかだよね。ハンターもまだ使ってないからね。これ絶対ジャンプするでしょ、176年後どうするよ皇帝こいつ、ベースマン、ハンターシフトだっけ、これノーマットだよね、使おう。弓が全くない。ハンターって他に何使えるんだ、弓の他に。頑張ります、頼りないけど。インペリアルガード入れよう、女性だな。いや待って、男性入れておいてロックブーケで女性で固めるか、いや無理だ、普通に女性入れとこう。であとは陰陽師せっかくだから入れとこう。マキ、迷路術とか絶対弱えよ。フリーメージの女入れるか。でちょっと待って、こいつはいらない、いねえ、最後族パールな、コンボちょっと陣形だけ覚えとこう。あれ、ハンターシフトはまた別か、これはワールウィンド、ワールウィンドの効果は狙われにくい、行動後防御、狙われやすい、行動後防御、狙われにくい、狙われにくい。全米2人か、じゃあいいかもな。こいつ下げてホーリーウォールと大して変わんなくね。ただ皇帝が狙われにくいのか、皇帝狙われにくいのはまあいいか、貧弱だからね。まあそんなわけでちょっとまた貧弱パーティーに戻っちゃいましたけど、とりあえず次回はこのメンツでやっていきたいと思います。というわけで今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。